小松は買いか、結論から言うと基本的に買いです。で、株価2200円になったら結構買い時だと思います。なぜ買いなのかというと、他社と比較しても利益率が高めっていうところと、研究機械世界第2位のシェアを持っているというところが小松の強みかなと思います。収益の方を見ていきたいんですけど、売上営業利益率2019年の実績で 14.6%、 ROE も 10% 以上あって、 ROA も2019年の実績では 7% と比較的高い水準です。で、他社と比較すると日立建機が 11.3% で久保田が 10.23% となっています。そんな小松なんですけど、2019年11月末の株価で1株当たり2567円です。で、株価2200円っていうのは2019年の年初来安値がだいたいそのあたりであるっていうことと、1株当たり利益を考慮すると2200円からさらに下がるっていうのは考えにくいのかなと思います。気になる小松の配当利回りなんですけど、 4.29% 高配当であるというところが、この小松の非常に人気であるポイントですね。売上の方なんですけど、2020年の予想では2019年よりも下がってしまう予想となっています。で、小松っていうのは景気敏感株って言われるんですけど、2008年のリーマンショックがあった年から2009年2010年で大幅に売上が下がってしまっていると。ここから、まあ、なんだかんだで持ち直してきて、2019年過去最高の売上だったんですけど、皆さんご存知、米中貿易摩擦ですね。あれの影響で2020年の売上予想は下がってしまいます。ということで、小松の2019年の決算を振り返ってみると、第1クォーターからもうすでに減益のスタートですね。 28% でも2桁減益です。で、10月の第2クォーターも 33% 減益で、通期利益 19% 下方修正も発表しています。配当成功が 57% なので、今後の減配もあり得るといえばあり得るかなという感じですね。今後の業績の回復次第なんですけど、こういう悪材料はあるといえばあるんですけど、結構市場の方ではさすがに売られすぎではないかっていう見方が徐々に広がってきています。ゴールドマンサックスも小松のレーティングを格上げしています。小松が近畿世界第2位なんですけど、世界第1位ってキャタピラーなんですけど、キャタピラーの方もこれ1年チャートなんですけど、割と最近株価上昇してきてて、みんなが米中貿易摩擦に慣れてきたというか、飽きてきたというかっていうところもあって、最近では株価割と戻してきてるんで、結局小松の株価もこのキャタピラーを追いかけるような形になりやすいチャートなんで、キャタピラーの株価が上がるってことは小松の株価も上がるんではないかっていう、そういう予想ができますね。小松の企業としての実力は結構高いので、外的要因、米中貿易摩擦さえ解消すれば、株価はまた復活していくんじゃないかと思います。今後もこのような高配当株の動画をアップロードしていきますので、興味ある方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。以上。